今回の動画は Windows のちょっとした裏技でハイコントラストモードをご紹介したいと思います。 で、ハイコントラストモードっていうのがどういったものかというと、まあ、今回、ね、ね、ちょっとあえてね、わざとね、こういう感じにしているんですけれども、まあ、例えば、ですけども、この背景色に対してこの文字の色がですね、ね、ちょっと、ね、見づらいですね、色に設定をされているときにその文字の色を実際に自分で変更してもいいんですけどもこのハイコントラストモードはショートカットキーで素早く切り替えることができるのでこのモードにすることによってこの背景色と文字色のですね、この色のバランスがね、よりコントラストが高いですね、色に変更されるので 文字をね素早くく見やすすすることができますそれでは早速やってみたいと思うんですけどもハイコントラストモードにするショートカットキーはキーボードの Alt キーを押したまま Shift キーを押してもらってプリントスクリーンのキーを押してください。はい、そうするとねこのハイコントラストを有効にしますかっていうウィンドウが出てきますんでここで Enter キーを押します。 はいそうするとこういった形でですねこの色の配色が変わって、まあ、このね色がですねいいかどうかちょっと別にしてですね文字の方はね先ほどの状態よりも読みやすいと思いますでこのハイコントラストモードを元に戻すショートカットキーも先ほどと一緒で AltShift プリントスクリーンを押すことによって元の配色に一発で戻すことができます なので例えばですけども他の人が作ったような書類とかねあとはねウェブサイトなんかを見ている時にどうもねこの色の配色で文字が読みづらいなといった時にこのモードをねうまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました